スピーカー、スピーカーは電気信号を物理振動に変えて音楽や音声などの音を生み出す機械である。語尾を伸ばさずにスピーカー、ラウドスピーカー、拡声器とも呼ばれる。スピーカーユニット、口実と区別するためにエンクロージャー、口実にまとめられたものをスピーカーシステムと呼ぶことがある。電気によって音を出す機器にはスピーカー以外にチャイムや ブザーやベルなどがあるが、これらは警告音などを単に放置のために音を発生させることを目的としており、決まった振動数の音や固定されたメロディを発生させるのが普通である。それに対してスピーカーは声や楽器音などの自然音をマイクロフォンなどで変換した電気信号を再び元の音波として再生することを目的としている。従って入力された 電気信号の波形を忠実に音の波形へ変換する必要性から生成される音に歪みや雑音などがなるべく加わらないように計される。現在では様々な方法で直接に電気信号として作られた音源を音として再生するのに使われる場合もある電子音楽スピーカーは肉声や音楽をその場で大音響にして遠くまで伝える拡声器、メガホン ウェアラブルスピーカー、携帯電話やラジオテレビ受信機、そして音楽などをより原音に忠実な音で再生するための高級オーディオ機器に至るまで様々な音響製品に組み込まれ、それぞれの目的に応じた多くの形式がある。スピーカーの音の出る部分をスピーカーユニット、または単にユニットと呼ぶ。これらは単体で使われることは少なく、 エンクロージャーに取り付けられたり、テレビや電話などの部品として内蔵されたりする。一つのユニットで人の課長域、およそ20から20、000Hz すべてを再生するのが理想であるが、現実には制作が難しい。そこで特定範囲の周波数に特化したスピーカーユニットも存在する。各ユニットは担当する周波数によって一家のように分類される。 なお、どの範囲の周波数が超低音、低音、中低音、中音、高音、超高音なのか、厳密な定義は存在しない。これらのユニットを搭載することで以下の、スピーカーシステムが作られている。2イ以上のスピーカー、フルレンジ以外のスピーカーを、マルチウェイスピーカーと呼ぶ。マルチウェイスピーカーにおいては、各ユニットの音域が重複しないように音域を、 制限する電気回路電子機器を用いるのが通常である。パワーアンプの前、電圧信号の段階で分割し音域ごとに別のパワーアンプで駆動することもあるが、多くの場合パワーアンプで電力増幅後に分割される。各ユニットの音域の境界に当たる周波数をクロスオーバー周波数という。2イであれば1つの、3イであれば2つのクロスオーバー周波数が存在する。 マルチウェイスピーカーでは必然的に各ユニットの取り付け位置が異なるためフルレンジと比較して楽器や声の位置がぼやけるという意見がある。これを解決するためツイーターの上下を挟むように2つのウーファーを配置し取り付け位置を見かけ上一致させたスピーカーシステムも販売されている。特殊な例としてウーファーの中心部にツイーターを組み込むことで1つのユニットと下に ウェイユニットがあり、同軸型、コアキシャルにウェイユニットと呼ばれる。なお、蒸気のスピーカーシステムに、サブウーファーを別筐体として付加する場合もある。これは、低音、超低音、重低音のみを出すための専用スピーカーシステムである。ホームシアター製品のほとんどに付属しており、AV 機器として広く普及していると言ってよい。なお、サブウーファーについては、 ドルビーデジタルなどのシステムにおいて、エレフィーチャンネル 0.1CH として付加される場合があるが、これはスピーカーが担当する音域を分割するものでなく、独立したチャンネルとして、調停音を付加するものである。受動素子のみで構成した音域分割用電気回路、クロスオーバーネットワークあるいはパッシブネットワーク、ないし、単にネットワークと呼ぶ。 ネットワークは、キャパシタとインダクタによる、ローパス・ハイパス等のフィルタによるチャンネルディバイダと、各帯域のスピーカーの能率の違いによる、アンバランスを調整する抵抗によるアッテネタからなる。ネットワークの設計が正しく行われないと、位相特性や周波数特性が悪化する。このため、特に複雑なものは、測定や視聴を繰り返して、最適な回路を組み上げていくのが普通である。 複雑なネットワークはその原理上衣装がバラバラとなるし、バランスを取るのは組み合わせの数だけ難しくなる。そのため、音質上、それでも音域を分割した方が良いのか、シンプルな構成の方が良いのかについては、メーカー、ユーザーともに意見が分かれている。ネットワークの設計において、最も重要なのは、クロスオーバー周波数を適切に設定することである。 ユニットを増やせば増やすほど再生できる音域は広がるが、反面クロスオーバー周波数が増えることで、ネットワークの設計が難しくなる。一般的な音響機器に組み込まれているスピーカーユニットのほとんどがこの方式を採用している。1924年に、チェスター・ W ・ライスとエドワード・ W ・ケログによって、発明されてから現在に至るまでその基本構造が変わっていないのは、 この方式がシンプルで優れているからである。ダイナミック型のスピーカーユニットにはドーナツ型の永久磁石が用いられる。このドーナツの穴にあたる円筒形の空間に、それよりわずかに直径の小さい筒、ボイスコイルが挿入されている。ボイスコイルはコイルの一種であり、紙やプラスチックの筒に銅線を巻き付けたものである。この銅線に音声信号が流れると、 電磁石になるためボイスコイルが波形に合わせて前後方向に振動する。ボイスコイルには振動板が直結しており、この振動板が一緒に振動することで音声信号と等しい波形の音が空気中に放射される。これはリニアモーターの原理そのものであり、ダイナミック型スピーカーはリニアモーターの一種であると言っても良い。蒸気の各パーツは フレームと呼ばれる骨組みに固定され、一つのユニットとして完成したものになる。永久磁石はフレームに強固に固定されるが、ボイスコイルと振動板は振動する必要があるため、ボイスコイルはダンパーを介して、振動板はその外周を取り巻くように貼られた、エッジと呼ばれる柔軟な膜を介して、それぞれフレームに固定される。ダンパーとエッジは振動板をフレームに固定する。サスペンション。 喧嘩装置であるが、前後方向の動きだけは妨げないようになっている。また、ダンパーは振動板の固有振動を抑える役割もしている。フレームには通常ネジ穴があり、それによってユニットがエンクロージャーなどに取り付けられる。磁気回路に使われる永久磁石には高い磁束密度が求められる。コストパフォーマンスに優れたフェライト磁石がよく使われるが、小型スピーカーには 磁力の強いサマリウムコバルト磁石やネオジ磁石なども使われる。なお、以前はアルニコ磁石も高級品を中心に使われていたが、ニッケル価格が高に得したため現在ではほとんど見られなくなった。また、アルニコ磁石には磁気抵抗が少ないというメリットがあるが、現実しやすい特殊な磁気回路が必要というデメリットもある。理想的なスピーカーに求められる性能としては、 原音に忠実で歪みがないこと、天音源であること、すべての方向に、同一の音圧、同一の音質で音を放射すること等が挙げられる。これらを実現するため、振動板の形状や、大きさ、取り付け方法が工夫されている。振動板の形状としては、低音用には高音型、くぼんだ、円錐形、高音用には高音型やドーム型、膨らんだ、 半球形が主流である。1980年代前半に平面型が流行したが、現在はほとんど使われていない。正面から見て、深円形のものがほとんどであるが、テレビなどへの内蔵用として、楕円型や多角形のものも使われる。なお、大きな高音型振動板の中央に小さい、高音型振動板を取り付けることで、広い帯域の再生を狙った。 ダブルコーン型、サブコーン型、またはメカニカル 2A とも呼ばれる場合ももる。振動板には分割振動や共鳴による固有振動が少ないこと、変換効率が良いことが求められる。このため、硬く、イコールだかヤング率、内部損失が大きく、かつ軽量な素材が使われる。また、経年劣化が少ないことも重要である。 これらすべてを高い次元で満たす材料を求めるのは容易でない。このため、ユニットの担当する音域に合わせて素材を変えるのが一般的になっている。なお、振動板の材質として軽量なものが好ましいと言っても限界がある。あまりにも軽量だと低音に比して中音。さらには高音の音圧レベルが高くなりすぎる。ツイーター用としては好ましい特性であるが、 ウーファー用としては好ましいことではない。よって、ウーファー用のスピーカーユニットの振動板は、他のスピーカーユニットのそれよりも重い場合が多い。エンクロージャーとは、スピーカーユニットを取り付ける箱のことである。音には障害物の向こうに回り込む、性質、解説があり、低音になるほど顕著である。このため、ユニットを剥き出しのまま使うと、 裏から出た低音が前に回り込んで打ち消し合い、低音が小さくなってしまう。そこで、ユニットをエンクロージャーに取り付けることで裏から出たを遮断するのである。ユニットをエンクロージャーに組み込んだものを、スピーカーシステム、または単に、スピーカーと呼ぶ。ほとんどすべてのスピーカーはこの状態で市販されている。エンクロージャーは、振動板の反作用によって振動する。また、 内部で音が反射して定常波が発生する。これらは音質を悪化させるため、補強材や核壁で強度を確保し、フェルトなどの吸音材で定常波を吸収する。このエンクロージャーの設計によって、スピーカーシステム全体の音質が決定され、製品の個性となる。つまり、音質の悪化を限りなく、ゼロに近づけるには巨大な面積を持つ一枚の板に、ユニットを取り付ければ、 理論上可能である。平面バッフル。しかし、事実上困難であるため、箱型になった。箱の材質は固有の振動を持たないことと加工性と強度が要求されるため、通常は木質材料、MDF、パーティクルボード、合板が使われる。樹脂製や金属製のものもあるが、樹脂製は小型で安価なもの、金属製は小型のものや高級品に限られている。 エンクロージャーには数多くの方式があるが市販品のほとんどは密閉型かバスレフ型、位相反転型である。以下に主な方式を記す。エンクロージャーの形式はスピーカーユニットとの相性がある。なお、ユニットの前にラッパ状の局面、ホーンを取り付けたスピーカーをフロントロードホーン型と呼ぶ。これは蒸気の 各エンクロージャーと組み合わせて使用されるものであり、エンクロージャーの方式を指す用語ではない。指向性をコントロールでき能率に優れている反面、大型になりやすい。超高級スピーカーや大型の自作スピーカー、コンサート用の大音響スピーカーに利用される。なお慣例として、ある程度以上の大きさかまたは、後付けの方にしか使われない言葉である。例えば、ツイーターユニットには、最初から、 数センチメートルの小型ホーンが一体化されていることが多いが、これをフロントロードホーンと呼ぶことはない。オーディオ用のスピーカーは周波数特性、歪み率、角度特性、思考特性などを改善するために様々な工夫がなされており、音質の良し悪しの指標として使われる。スピーカーはグラム単位の質量を有する振動板を動かすという構造上、 歪みはどうしても大きくなる。適切に設計されたスピーカーの中には、過帳域 100Hz 以上の歪み率が0.5%を切るものも存在するが、それでも他の機器、CD プレイヤー、アンプなどの歪み率が0.01%を切っていることを考えると2桁以上大きな歪み率である。歪みを発生させる非線形部品としては、ダンパーやエッジ、 そして設計が悪い磁気回路などが挙げられる。これらの非線形の影響が顕著になるのは、振幅が大きい低音域の時である。トーラウドネス曲線が示しているがごとく、人の聴覚は低音域の感度が鈍い。そのためたとえ低音、中音、高音がバランスよくなっているように聞こえる楽曲で、あっても音響エネルギー分布は低音域に偏りがちであり、そのエネルギー分布を再現。 再生しようとするスピーカーは低音域で大きくストロークする。大きいストロークは振動軽視事部材の非線形領域に踏み込みやすいのである。また、低音用の振動板は重いため完成による逆気電力、制動力を発生させ、これも歪みの原因となる。このためスピーカーの歪みは低音域で発生しやすく、実際に測定してもそのような結果になる。 オーディオ用スピーカーが広い指向性を理想としているのに対し、指向性を絞って特定の方向に大きな音を伝えたい場面も存在する。例えば学校教育現場のアナウンス、交通機関の案内放送、外線車などである。理論上は指向性を絞るには振動板を大きくすればよいが、直径数メートル以上ものが必要となり、非現実的である。 そこで、コーンと呼ばれる円錐型に広がる管を取り付けたスピーカーが蒸気音の拡声器として使われている。周波数が高ければ指向性が増すため、超音波を小さな振動部から指向性の強いビーム上で送り出し、音の歪みを利用して過超音として人間が聞き取れるようにしたパラメトリックスピーカーというものもある。コーンなど特定の振動板ではなく、 直接に振動体、圧電振動子の耐熱樹脂ケース入りなどを設置し家の壁、床、その他自動車の天井や花など共鳴するものを振動板とするスピーカーである。また、放電型、イオン型スピーカーやサーモフォンのように振動板を使うことなく音を発生させるスピーカーもある。放電型スピーカーは高周波放電で発生する空気の振動を利用するもので、 加藤音が優れているという特徴がある。サーモフォンは熱音響効果を利用し、周期的な熱の変動による圧力の変化を利用し音を発生させる。十分な音圧が得られなかったため長く忘れられていたが、カーボンナのチューブなどの新しい素材の発明に伴いシート上スピーカーなどへの応用が研究されている。これらは組み合わせて使用されることも多い。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。